ショートカット。ペーシング間隔を変更するためのショートカットキーについて見てみましょう。S1 の横のプラスマイナスキーを押します。例えば、ペースを RR インターバルの90%にしたいとしましょう。RR インターバルがここに表示されています。現時点では560です。では、この90%のペースにしたいとしましょう。ここで、このボタンを押してください。500ミリ秒に変わり、ペース準備が整いました。